いただきます。卵とチーズが絡まり合ってます。When I was youngI just wanted to travel all around the world, but I didn't have enough money for my travel. I was thinking what's a suitable job walking around the world. I came up with the idea to China. But once I learned how to polish shoes, I really, really love what I do. Because when people wear Chinese shoes, people feel happy.So I decided to travel all around the world as a shoeshiner and make people happy through shoeshine. Thank you. Hello everyone, my name is Ali and this is my friend Socio. Socio, from where?Japan. My name is Ali from Algeria. In Ireland. 一瞬変な TikTok みたいなの出て、またお小遣いもらいました。10ユーロ。これ靴磨きするより儲かりますね。なんかこの前も TikTok 1分くらいのやつ出ただけで10ユーロもらいましたけどね、あの時も。もう今度から僕の1分のギャラ10ユーロにしようかな。今回もなんかビデオメッセージ撮っただけで10ユーロもらえてる。これもう靴磨きよりも儲かりますよ今のところ。俺も TikTok ゲストトラベラーなのかな。いただきます。今日はどうでした？今日は30ユーロだったんで残り70ユーロ。おー、明日で最後。明日で、まあ明日何としても行くか言っても多分最低30くらいは明日も行くと思うんですよ。はい。で、タランボンはもうマンチェスターとパリでやる、本当1時間とか1時間やってなんとか行くっていう感じですね。おはようございます。この前このサイズ食べたんですか？私そのサイズ食べてます。これはでかいですね。9時くらいに起きてもう、まあ、9時半には遅くても出ようと思ってたんですよ、うん、って思ってたのに起きたら10時半やったんですよ。どんだけ寝んねんと。昨日の寝る時間からやばいぞと思ってたんですけど1時何時に寝たんですか？あ、見ました。2時なんすか？ワンピースまさかの一人で見ました。見ました。まさか、まさか。だそれ見てもう寝ようと思ったんですよ、はい、でそこからあのさらば青春の光っていうくったらん YouTube 見てもらってめっちゃおもろいです。11時に寝ようと思ったのに。サイさんが言ってましたよ、11時から1時は必ず寝てくださいって。もうその時間は魂が休む時間です。そうなんですか。魂が休まってないですよ。いつもなんか早く寝たらなんか人生もったいない気するみたいな。そのゴールデンタイム寝てないか死にます。早死にします。だからそのゴールデンタイムに僕は何かやってるかって言ったら何もやってないです。ただくだらん YouTube 見てるんですよ。じゃあ魂休まってるかもしれない。